まあ、分かりやすく言えばお祭りという形で皆さんに、話してますけれども、このオーバーオールがですね、求めるものは、今までのエンデューロであったりとかモトクロスであったりとかモタードであったりとか、そういった、いろんなレースの種類ありますけれども、そのレースの枠を超えて全く新しいスタイルの、感覚と概念で、みんながびっくりするような仕掛け、モタードの原点に戻るようなレースを、とにかく無茶するのが、無茶してみたかった。やばいね、めっちゃ滑りまくり正解がない。いや、難しかったです。あともうちょっとこう普通の人走れるコースというか、非常に参加者の皆さんの笑顔が、良くて、今回開催して本当に良かったなというふうに思ってます。とても素敵なコースです。泥が超やばい。あれもされ。ハーマーク超気持ちいい。ずっとバーってくる。楽しいイベントで本当にありがとうございました。今後ともぜひまた続けていただきたいと思います。よろしくお願いします。はるばる雪の雪降ってる茨城から記者会がありました。チョコレートまみれです今日は。楽しいイベントでやっぱり出てよかったなと思ってます。このオーバーオールを皮切りに、新しい、また新たなる二輪業界への、何かね、提案ができればいいなというふうに思ってますので、2011年から始まりましたけれども、2013年には、よりですね、日本を飛び出して、大きなイベントにしていきたいというふうに思っておりますので、ぜひご期待いただきたいと思います。